重りの巻き方について、僕が結構重要視してることがあるんで、それを皆さんに紹介したいと思います。みんなね、重りを巻くときに結構平らに巻いてたりとかするので、それだとですね、落っこっていくときにこうひらひらひらって落っこっててしまって、なかなか、受けに重りの重さが伝わるまで時間かかってしまったりとか、魚に邪魔されるっていうことが多いので、私がね巻いてるのはね、こういう重りをこうテーパー状に切るっていうことがですね、こう弾丸のようになるっていうことによって、こう入っていくスピードっていうのが速くなるので、落下スピードがその分浮きが立つスピードも速くなるっていうことで、なるべく抵抗のないように巻いてあげようっていうことで、こうね重りの先調がテーパーになってですね、また別の写真が何かで、脇の方でね、紹介している写真もあると思うんですが、一応私がねこういうふうに巻いているっていうのは、こう弾丸形状で重りを平べったくすると、こういう形状ですね、こういう形状、はい、テーパーになります。